おはようこんにちは。北京に戻った総君です。今日は宗教と道徳について話したいと思います。皆さんは宗教に信じる人が善人になると思いますか？それとも宗教に入ると洗脳されてしまい、良し悪しが分からなくなると思いますか？それとも宗教によって違うんですか？キリスト教を例にしましょう。皆さんはもし道端でそういう宣教師に と出会って話したことがあるなら、多分、普通にいい人じゃないかと思うのでしょう。そこも、今までいくつの流派のキリスト教の信者と話した機会があったので、他の宗教もあるけど、確かに外の人より親切な人が多いと思います。でも皆さんはおかしく思いませんか？同じキリスト教なのになぜ信仰が異なる流派ができてしまうのですか？みんないい人なのになぜ各自自分の流派、自分の宗教が正しいと思い込んでしまって異なる意見を受け入れなくなるのでしょうか？私の意見では宗教が人を善人にするのではなく、その逆です。人間が社会と科学の発展によって善と悪に対する認識がどんどん良くなって、自分を悪をさせような宗教を信じなくなった。だから残された宗教の流派は、みんなある程度信者を善にするようになった。そうしないと残れないんだから。キリスト教から例を挙げましょう。旧約聖書によると、神様は奴隷についていくつの律法がある。そう、神様は人を財産にしてはいけないというのではなく、どうやって人を奴隷として扱う律法を決められた。例えば、出エジプト記21章、ヘブライ人だったが、6年の奴隷で7年目で解放される。ヘブライ人ではない人は一生の奴隷になる。自分の奴隷を殴ったが、その場で死ぬ場合は罰に当たるが、1日以上生き延びたが、罰はない。財産だから。その人の財産だから。でも誤解しないでください。今、人を奴隷にして正しいと思うキリスト教の信者は中の。他にも たくさん例を挙げられるんですけれども、もっとひどいことも旧約聖書に結構、新約聖書もですね、たくさん書かれている。今のキリスト教の信者は聖書そのまま信じる流派がないです。すべての流派が自分で聖書の教え一つずつ従うかどうか決めつけている。じゃあ仏教はどうですか？ここは私の理解は少ないので、もし説明が間違った場合は、なんかコメントとか指摘してください。ごめん、下のコメントで。で、私の理解では、仏教はおおむね人の欲望を罪にして、キリスト教も南数の大罪とかあるんじゃないか。けど、人間の欲望は罪ではないと私は思います。善も悪でもない。人間の欲望は生存本能です。例えば冬に来る前にいっぱい食料を溜まった動物が生き残って自分の遺伝子を子供に伝わったのだから。そもそも私たちが感じるもの、感覚も痛みも孤独も幸せも悲しみも、それはなぜなのか。私はその感じることができる生物がより生き残りやすいんじゃないかと思っています。進化論科学の観点だと。例えば、痛みを感じることができないと、それを避けることを学習できない。孤独を感じることができないと、友達を作ることがやりたくなくなる。つまり、他の人間と協力できなくなる。ここで私が言いたいのは、感じることができるのというのは、見える目と聞こえる耳と、同じように善でも悪でもない。ただ私たちの機能であって、私たちに良いところにも導けますし、悪いところにも導ける。
だから神様という大義名分で決めつけられた道徳基準ではなく、自分で場合によってちゃんと考えないとダメだと思います。考えたくないというのも私たちの脳の省エネ機能だと科学的に証明されている。だから最初の問題に戻りますと、すべての宗教ではないけど、宗教は確かにある程度人間を善に導けることができるのであろう。でもその同時に宗教の信仰に従って必ず最後いい結果が出るという保証はどこにもない。なぜなら宗教自体は人間の脳による自然選択の造物だから。私たちの善と悪に対する認識を超えることができない。だからもしあなたが善人になりたいというなら、そうすればいいんじゃないか。天国というモチベーションがなくても、私たちがそういう助け合う本能があるんじゃないか。キリスト教からにせよ、仏教からにせよ、あるいは無宗教や哲学の思想からにせよ、自分でちゃんと考えて、そういういい道徳であれば、それを従おうじゃないか。まあ、以上です。ご視聴ありがとうございます。バイバイ。